セーファート銀河の一つ、ASO97G13。セーファート2型銀河に分類されている。画像でピンク色に着色されているのは、中心領域から銀河の外に放出されている高温ガス。セーファート銀河は、活動銀河の一種である。カールセーファートが1940年代に、初めて分類したことからこの名が付けられている。銀河の形態は、渦巻銀河。 または不規則銀河で極端に明るい中心角を持つのが特徴である。中心角の輝度は銀河本体よりも明るい場合もある。この中心角の活動性は中心に存在する大質量、ブラックホールによるものと考えられている。中心角から放射される光は1年以下の時間尺度で変更することから、この光を放出している領域は、 直径1光年以下の非常に小さな範囲であることが示唆されている。セーファート銀河の特徴は非常に明るい中心核が存在することと水素、ヘリウム、窒素、酸素などの非常に明るい気線スペクトルが観測されることである。これらの気線は広いドップラー幅を持っており気線の放射源であるガスが500秒速4 0 0 0トルという 高速で運動していることを示唆している。このことから、これらの気線は、中心ブラックホールを取り巻く耕着円盤付近から放射されていると考えられている。これらの気線は、耕着円盤自体の表面から放射されている可能性もあり、また円水上に放出されている電離ガスの中にある、中心エンジンによって照らされたガス雲から出ている可能性もある。 気線を放射している領域の正確な形は観測の分解能が十分でないためにはっきりとは分かっていない。しかし、硬着円盤の各部分は我々の視線に対してそれぞれ異なる速度を持っているので、ブラックホールの周りをガスが速く回っているほど、そこから放出される気線の幅はより広がるはずである。同様に、中心角に照らされたガス雲も、 場所ごとに異なる速度を持つと考えられる。このことから、セーファーと銀河の光に見られる気線の内幅の狭い線は、速度が小さい中心角外延部から放出され、幅の広い線はより、ブラックホールに近い場所に起源を持つと考えられている。このことは、幅の狭い線は、検出可能な変更を示さない、すなわち放射域が大きいことと、逆に幅の広い線は、 比較的短い時間スケールで変更することからも裏付けられる。幅の狭い気線を放射している領域を強線領域、幅の広い気線を放射している領域を光線領域と呼ぶ。このように変更の有無を用いて、気線領域の位置や形態を決める手法をリバーブレーションマッピングと呼ぶ。また、セ正ーと銀河は、電波、赤外線、紫外線、 X 線のスペクトルでも強い気線を示す。電波での気線は、セーファート銀河のジェットからのシンクロトロン放射であると考えられている。赤外線の気線は、他の波長の電磁波が、中心角近くのゴミに吸収され再放射されたものである。X 線などの高エネルギー光子は、ブラックホール付近の高温コロナによる逆コンプトン散乱によって作られたものと考えられている。 セーファート銀河は1型と2型の2種類に分類される。銀河のスペクトルに、幅の狭い気線と広い気線を両方含むものが1型で、幅の狭い気線しか見られないものが2型である。今日ではさらに、幅の狭い気線と広い気線の相対強度によって1.5型や1.9型のように細かく分類される場合もある。現在有力な活動銀河の統一モデルでは、 気線を放射する中心領域を取り巻くようにゴミのトーラスが存在すると考えられており、我々の視線に対してゴミのトーラスが生態している場合には、幅の狭い気線と広い気線の両方が見られるセーファート1型として観測され、トーラスを横から見る配置の場合にはゴミによって幅の広い気線成分が隠されてセーファート2型として観測されると解釈されている。 また、セーファート2型銀河の中には、幅の広い気線が変更成分としてのみ観測されるものもある。これは、光線領域からの光が、中心角を取り巻く高温ガスの波浪によって、散乱されて、間接的に見えているものと考えられる。この現象は、セーファート2型銀河 NGC1068 で最初に、発見された。ありがとうございます。